はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、いきなり追加マップ来ました。そして妖怪ウォッチ U2 来ましたね。まだモーグリにあのおはじきバトルが終わっていないのにかぶせてきましたね。これは本当にね大変です。もう寝る時間もないぐらいプニプニやりまくっています。今日プレイするのはモーシンデルマートのステージ335スーパー店長、こちらやっていきたいと思います。なんか公式の情報によるとこのスーパー店長何か落とすらしいです。レアアイテムでしょうか。ちょっとね今日は1時間やって何個落とせるのか試してみたいと思います。今回使っている妖怪はこんな感じ、ブリッジパーティーです。モーグリニャンを入れています。残りは適当な妖怪、コマジロー S が攻撃力アップ、そしてアツガルル、ジバニャン S、 吹雪姫、この5体で挑戦しています。フィーバータイムに持ち込んでコマジロー S で攻撃力アップしとキーの必殺技順番に打っていく、そんなスタイルですね。このスーパー店長はそんなに強くないのでどうだろう、このメンバーでいけば1回のフィーバータイムで必殺技ぶち込んで倒せてしまうと思います。結構ね短時間に周回できるのでいいんじゃないでしょうか。一応まあレベル50付近でスキルレベルが2もしくは3あれば十分いけると思います。さあなかなか落としませんね。やはりそう簡単には落とさないんでしょうかね。まあこれで Y マネーもねだいたい1回で300コインぐらい貯まるので、まあ、Y マネー稼ぎだと思ってやっていけばいい感じです。今回妖怪ウォッチ U2 追加されました。なんか効果がね女の子の妖怪の HP をアップさせる 10% ねっていうことでちょっと特殊というか使い方が微妙な感じしますけども、やはりでも欲しいよね、ゲットしたいと思います。ただね今回前回の U1 より厳しくなってる感があるんだよね。集めるアイテムの数がちょっと増えてるんですよね。まあ、U2 ベルト、U2 ボディ、そして U2 サーチライトに関してはステージクリアで手に入るのでそんなに難しいということはないですが、問題はメリケンチップ、そして U2 チップですね。やっぱり一番大変なのは U2 チップかな。今回、まあ、非常に面白いんですがお題ウルトラバトルということで時々現れるミステリーがお題を出してきてそれをクリアすると、まあ、一定確率で U2 チップが手に入るということで、もうすでにね何個かゲットしましたがこれを10個集めるのは結構大変だなと思いました。まずねミステリーになかなか遭遇しないんだよね。さあ1時間が経過しました。ちょっと途中全てをね動画に収めているわけではありませんが1時間来ましたよ。さあ今のところまだ何も落ちていないという状況ですね。まあせめて1個ぐらいはねゲットしないとちょっと動画的にもね寂しいものがあります。基本的にはなんかあのぶら下がってる肉を攻撃してやった方がいいですね。まあ強いパーティーであればあまり意識しなくて、まあ、ひたすらフリを消してフィーバータイム持ち込んで必殺技でもね周回できると思いますが、一応ねまあ肉倒しておきましょう。肉が来たら肉にピンを刺して、さあフィーバータイムに入りました。ここでコマジロー S の攻撃力アップからのアツガルル、そして残りまだ溜まりませんね。来ましたね、モーグリニャン来ました。これがね非常に強力なんですよね。スキルレベル2なんですが結構ね広範囲のフリを消してくれるので非常にいいんじゃないかと思います。そして吹雪姫、さあこれでフィーバータイム終わってまだ倒しきれませんね。ここでジバニャン S 行きましょう。さあフィニッシュです。さあ来てくれ、どうだ、おっと来たけどこれはなんだ、これがそのアイテムなのか、肉か、豚バラ肉をゲットです。微妙に嬉しいです。
さあちなみにね、このスーパー店長初回クリアの時フィニッシュです。初回クリアでこの U2 のねパーツを手に入れることができました。U2 ボディをゲットすることができました。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。